お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、またこれはね、ちょっとやっていくんですけど、アウトロガルバトル。はい、多分ね、夜12時ぐらいに一回動画出してるんですけど、またほぼ同じようなデッキなんですけど、めちゃくちゃ強いデッキを、ちょっとね、考えちゃって、これをねどうしても共有したいなと思ったんで、はい、動画撮ってます。なんで、まあ、若干ね今日朝はめっちゃいいやつ上げてるのとほぼ変わんないんですけど、まあ、そこはねお許しください。でまだクリアしてない方はぜひね使ってもらいたいなと思います。というわけで、プリンセスの枠を鏡にしましたね。はい。で、ウッドの枠を柳目にしちゃいまして、これがね、マジでね、最強です。これ、多分、もう、本当に、もう 100% 誰でも12勝できますね。このデッキと3連続当たって負けない限りは。本当に、っていうぐらい強いです。もうスパーキーをミラーします。もうスパーキーミラーですね。スパーキーミラーして、あとはもうなんか、もう何、ロケ砲を出すだけですね。スパーキーミラーして、ロケ砲を出すをクリア、あれ、繰り返し、それだけで、勝てます。なんで、スパーキーが欲しいんですけど、スパーキーがないですね。ちょっと、残念ながら。本当に。早くスパーキー欲しいですね。もう両サイドにスパーキーミラーして、真ん中にロケット押し出せば、もう勝ちっすね。本当に。で、1分経ってしまえば、てか残り時間がね、2分切ってしまえば、エリクサーが2倍になるので、もうマジでこっちのもんですね。マジでめちゃくちゃ楽しいですね、これ。よいしょ、みかんさんもこのチャレンジ楽しいって動画上げてたんですけど、なんかやればやるほど、楽しくなってきますね。はい。というわけで、スパーキーミラーして、まあ、あとはね、こう、スケアエスピがあるので、まあ、ヒースピにしても全然いいですね。これ、適当に流すだけなんで、ヒースピにしたい方は、お好きにヒースピにしてください。というわけで、まあ、スパーキーミラーして、こう、ロケット押し流して、あと、相手の対空とかはね、まあ、ガゴブレとか来たら別に柳目打てばいいんですけど、まあ、それ以外は、アウトローガールが全部やってくれるんで、スパーキーミラーしとくだけで、気づいたら勝てるんですよ。本当に。もうスパーキーミラーして、あと後ろからね、スケアイスピ咲いて、まあ、ロケット押しも適当にこう出しとけば、もうこれだけで勝てますね。もうスパーキーを出すこと以外何も考えません。はい。というふうなわけで、メガナイトとボーラー入ってるんですけど、まあ、ボーラー、いらないっすね、ぶっちゃけ。まあ、前半乗り切る用まであるので、正直、いじってもいいですね。このボーラーの枠を、まあなんか、ヒースピか?ヒースピとかにしちゃおうかな。しちゃってもいいかなと思いますね。ちょっとやってみようか、この後。ヒースピにしたバージョン。なんか楽しくなってきますね、マジ。これ永遠にスパーキーを出して、いじめていきます。で、まあエリクサーに余裕が結構あるんで、正直このスパーキーの前にメガナイト出しても、それはそれでいいですね。それはそれで相手はね、止めれなくなってくるので、そこをスパーキーを永遠に出しとけば、相手がね、勝手にこう、辛くなってきてね、お疲れっていう風になりますね。エレキとかいる時もあるんですけど、スパーキー2体いるんで、どっちかが止まんないよねっていうやつですね。はい。というわけで、こっちのアカウントね、まだ、カード、あれっすね。ユーノの新スタンプ持ってないので、ちょっと欲しいんでね、こっちのアカウントも、まあ、やってるよっていうので、スパーキーミラーが頂点でしたね。はい。これ、ぜひね、皆さんやってもらえればいいかなと思います。で、ちょっとボーラーいらねえなって今、やってと思ったんで、ボーラーの子を、ヒースピにしようかなと思います。ボーラーヒースピにして、まあ、超高回転でね、やっていきたいと思います。ぽい!あ。はい。ってなわけで、ちょっとさっきめちゃくちゃ頭痛かったんですよね。お風呂を使って1時間ぐらいね、お湯、最近、僕めっちゃお湯に浸かるようになりましたね。もう夏でも冬でもお湯に浸からず普通にシャワーだけね、普通に洗ってシャワーだけの人だったんですけど、ここ1週間ぐらい、毎日お湯に浸かるようになりましたね。謎に、急にですけどね、本当に。はい、なんかそうすると気分が良くなりますね。っていうので、あ、待って、これ俺のデッキやねんかっていうのは、スパーキーミラーしたいですね、ちょっと。スパーキーミラーしたいんですけど、スパーキーがないので、ミラー使っちゃいましたね。てか、なんか、あれ相手のデッキ、俺のデッキじゃねんかっていうようなデッキしてますね、マジ。これ、ヒースピで回復したよ。さては、スケアイスピよりヒースピの方が強い。どんどん進化していくな、これ。やればやるほど、ランバーだから全然違えな。やればやるほど、最強デッキが出てきますね、これ。どんどん最強デッキ生まれてくる、これ。さあ、というわけで、
スパーキー出して2倍タイム来ましたね。これは僕のターンですね。やっぱこれ遠距離系が強いですね。マジックアーチャー、ロケット押し、プリンセスとか。まあ、なんですけど関係ないですね。もうスパーキーミラーして、本当に奥底のちょっとね、厄介なやつ行ったら、もうプリンでね、バーンで。プリンバーンで。まあ、あとは、こう、無限に出していきましょう。で、ヒースピもね、添えてあげて。ヒースピを添えてあげて、スパーキーミラーしていきます。いや、さてはこれっすね。来たっすね、これ。ああ、まあ、右側目がないと来るけど、まあ、ロケット押しいるし、なんとかになりますね。正直、相手のプリンとかロケット押し、うざいんですけど、別に処理する必要もないですね。別になんか勝手に気づいたらユニットが処理してくれてるんで、まあ、処理できなかったら処理できなかったらで、やなむってばいいんで、無理にね、絶対処理って考えなくてもいいかなと思いますね。まあ、あと、スパーキーがいいね。スパーキーミラーして、で、メガナイト降ってくんのか。永遠に後ろからこうユニット出してるだけだと、何も変わらないので、そろそろね、このスパーキーの前にメガナイトをつける時間がやってきましたね。いや、ロケット必要いんだな。さあ、行きます。で、これにヒースピとかロケ砲とかをいい感じにね、いい感じに組み合わせていくと、ヒースピからの、おい、回復からのアイスピでコール。いや、強いぞ。スピが強いぞ。さあ、右側が入ります。左ではなく右側が入っていきます。でも残り30秒なんで、あはぁ、落としちゃうんだよな、これ。いや、マジでやばくないですか、このデッキ。今回のね、このチャレンジね、いろんなこう YouTuber がもね、やっぱデッキ出してますけど、これがね、もう頂点だと思いますね、正直。はい。っていうぐらい結構自信がありますね。全然喧嘩売ってるとかではなしね。からの真ん中スパーキー、はい、スピーいやー、これはね、美しいまであれですね。これはもうね、芸術ですね。はい。芸術？何言ってんだってなっちゃってるけど。よいしょ、スーパーレアタから僕ね、ゴールド、美味しいですね。あと2勝で、ユーノストップ、スタンプなんでね。はい。で、まあ、サバイカとかいろいろあるんでね、そういうのもやんないといけないんで、まあ、ユーノスタンプ欲しいんでね、ちょっとやりたいなと思って、ちょっと大変ですね。で、このデッキあれですね、前半っていうか、残り時間2分になるまでが、エリクサー全然ないので、そこがね、ちょっと大変かなと思いますが、まあ、耐えればね、勝ちかなと思うんで、耐えていきまーす。よいしょ。同じチャレンジの動画を2回上げる人っているかな？またこのチャレンジ上げんのってなっちゃいますよね。あ、待って、相手と同じようなデッキだ。ちょっと待って。相手レベル10メガナイトじゃん。俺はやるで。俺も行くで。よいしょー。待って、マジで一緒なんだけど。そんな被ることある？さすがに被りすぎじゃね？おい、からの？あれ飛べる？いや、いい感じに延命してきますね。さあ皆さん、僕の時間が始まります。2倍タイム。あのロケット押しすごい邪魔だな。どうするあれ。焼いちゃいたいな。あ、待って、スパーキーミラーできないですね。スパーキーミラーをやりたいですね、僕は非常に。なので、一回、周りでカード回して、来ましたね、スパーキーミラー。まあ、こっから僕のターン。これで負けたら、もう相手が上手かったってことにしましょうか。スパーキーミラー。あ、これやばい。小物で。ここ、スケとかね、これ、ヒースピ。スケ、アイスピ、ヒースピがね、行きますね、こういうところで。お、やばい。まだ、メガナイト。間に合い。オッケー。で、適当にヒースピ添えて、ヒースピからのヒースピミラー。なんか遊んでる。いや、楽しいぞ。いや、めっちゃいいぞ。スパーキー打つ。いや、いい。で、右側にね、アイスピ添えといて、スケアイスピですね、カード回しつつ、やべえ、スパーキー援護多くね？かっこいい意味で SP みたいな。周りにも5、6人いたね。さ、スパーキーミラーができない。これもね、メガナイトいっちゃいますか。ちょっとスパーキーね、もういいやっていうので、一回メガナイトいっちゃいます。いけ。ゴリ押し、超ゴリ押し。やべ、待て、そんなことしてると負けそうになってる。あ、でもアウトロがあるか？最強。よいしょ。というわけで、これは行ったんじゃないのか？これ止まるかな？止まらないでほしいな。願望スタイル。で、倒れましたね、これは。
まあこれちょっとね、あの負け筋ですね。メガナイトミラーとかしていくと逆にピンチになっちゃってましたね。あ、無限もスパーキーミラーしてスケアイスピーイスピーロケ砲とか適当にこうパパパパパーンって出していけばなんだかなっちゃいますね。いやこれね楽しいなこれ。こういうチャレンジ系僕たまにしか出さないんでね、僕も結構出していきたいですね、いろんなチャレンジ来るたびに。というわけでさあラストバトル、これ勝てばなんだっけ、ユーノスタンプヒョロヒョロヒョロってやつですね。いやこのコインはマジで最高。いやこのオーブンとかもね餌っすよね、スパーキーの。あーもしかしたらロケットとかいるんですかね。あーちょっと待って、あれだ最悪だ、ミラースパーキーミラーをしたいのにミラー持ってない時にスパーキー出しちゃってますね。うわーなんかすげえね、積極的にスパーキー壊しに来ますね相手で。コーヒースプレー回復します。いや回復できねえのかな。ああスパーキー射程あるからね、タイミングは難しいですね。もっとなんか近距離系のユニットじゃないと。というのでちょっと前半痛いですね本当に。この敵この初めの1分間さえ乗り切ればもう俺の勝ちっていうやつですね。1分以内に君が僕を倒せれば君の勝ち、じゃなきゃ俺の勝ちってね。よいしょ。さあちょっと元気ですね今日僕は、謎に。さあ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 、おいからの、いやーこれ届かないかな。あこれ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 、ヒースピー回復します。ごちそうさまです。回復した本当に。スパーキー回復したような HP じゃないんだけどな。でここでね変に何もし何かしたりするのは良くないですね。永遠にスパーキーミラーをしっかりやっていきましょう。そしたら気づけば勝てますんで焦ることはないですね。焦って攻めると負けます。めっちゃなんかやべえな、やべえぞ、焦るな、焦ってなんかすると負けます。ほらやべやべやべ、相手のね遠距離がすごいっすね。遠距離とオーブンがすごいんだ、遠距離とオーブンがすごいんだけど僕はね焦りません。もうじっくりいきましょう、じっくりね、じっくりじっくりいけばいつかね、いつかねスパーキーが取ります。信じてね、信じて。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、俺の初負けが来ちゃうのか。ちょっと待って、焦るな焦るな、一回ね。あーこれやっぱねダメ、こらやっぱ遠距離だな。さては、いやこれザップだ。あーこれね、あれっすわ、ちょっとスナイプされちゃいましたね。なわけないけど、なわけないけど、え、ちょっと待ってちょっと待って、なんかずるくないって。まあ俺勝つけどね、正直勝つけどね。はい、追いついた。もう、普通に勝ちに行く。うっ、待って、これ、やなめミラ。早く。うわ、ちょっと待って、最悪。あー、ミスター、カード回るのが遅かった、気づくのが遅かった。いやね、相手のデッキもちょっと良かったですね、意外と。相手のデッキも、ザップ、ポイントザップ。ああいうデッキもあるんですね。なんか発想が僕と全然違いますね。僕はこう、ね、両サイド出して、あ、バンバンバーンって感じなんですけど、あれだし、ちゃんとね、ポイズン、ウッドザップで、こう、そして、ロケットプリンセスをうまく使って、スパーキーとかもね、処理していくっていう、ちょっとね、真面目系なね、タイプのデッキでしたね。ああいうデッキも、ちょっと強いですね。まあ、ですが、もう僕はね、同じような負け方はね、絶対しないので、やべ、またスパーキーがね、同じことやっちゃった。ちょっと待って、スパーキーがね、なんで。じゃあ、シャシャってメガナイト出していく。前半とりあえず耐えればね、僕の勝ちなんで。さあ、マジで、おい、なかなかだぜ。あ、これ、スパーキー回復させてあげます。あ、ついでにメガナイトも。待って、めっちゃ回復したい。なんで撃っちゃうかな。ほんとに。撃て、そこは撃てよ。タイミングが、待って、スパーキーミラーしたいのにスパーキーとミラーがねすごいタイミング合わないの、さっきから。いきまーす、スパーキー出して、ベビドラとかもねガールが全部やってくれるから、あーこれも惜しいですね。スパーキーがドーン、オッケー。
さっさで、こう別にスパーキーダメージ受けてもヒースピで回復できるんでね、はい、焦らず行きましょう。で、ここもね、メガナイトとかつけずに一回我慢しましょう。一回我慢して、もう一回ね、スパーキーミラーします。ここでね、しちゃって攻めるからね、良くないんですよ。本当に。で、ちゃんとね、こう守るんですけど、一回ね、プレッシャー、RF 見たりですね。RF 踏めるとね、最高。最高なんですけど、踏む前に、ちょっと、おれ!いけ!さっ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 さ。踏んで、ロケット押しを出しつつ、気持ち回復させてね。さっさっさ。で、ここで、もう一回ね、スパーキー一緒か?出して、いきます。頑張って、ロケット押し。あ、でもちょっと上手いですね。あ、でも左入ってますね。こんな感じで。相手は、頑張って攻めると、その間にね、逆サイ折れちゃうっていう。さあ、そしてまたスパーキーを出していきます。最後くらいね、サンクラ取って勝ちたいですね。で、これはね、困ったもんだ。何もすることがないんだ。スパーキーを回復させてあげます。で、あのウィザードをメガナイトで踏みます。おら、あ、待って。あは俺のスパーキーが。で、ここ2体目メガナイトとかやりたいんですけど、やりたいんですけど、どうだろうね。やっちゃいます。間に合え。間に合え。で、これをね、全力延命。このスパーキーね、ガチ延命する。意識高め。意識高め。意識高尾くん。来た来た来た。おお、来た来た来た。回復して。回復して。あはんまー、回復でもしてんのか、一応。さあさあさあ。あは。最後降りたかったっすね。まあまあ、そんなわけで、意外とこのデッキ、いいんじゃないっすか。結構いいと思うんですけどね。一回負けちゃったんですけど、スプレー削りにね。ヒョロ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 ン。スタンプゲットしましたね。と言ったところで、さあ、この子をね、ベストメンバーに迎え入れたいと思います。難しいですね、これ。これは難しいな。最近スケルトンのスタンプ飽きてきたんですよね。いやー、でもゴブリンのピースも結構いいんですよね。まあ、一旦ね、ヒョロヒョロヒョロンにしておきましょうか。といった感じで、これね、結構、シンプル、することがシンプルなんで、スパーキーミラーして、回して、同じ、スパーキーミラーして、まあ、ロケ砲もその間に出してもいいかな、っていうわけで。で、相手が、なんか攻めてきたりしたら、そこをめがないとバーンって感じですね。っていうのをしとけば勝てるんでね、ぜひ、使ってみてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またね、バイバイ。